どうもこんにちは、リモコンさんでございます。今回紹介する商品はこちらの144分の1 EX モデルヒルドルプでございます。ちなみにですね、こちらのプラモデルね、私がだいたい5年前ぐらいにね買ったプラモデルなんでね、ちょっとランナーの跡とかがね残ってて、あんま結構いいとは言えないんですよね。こことかやっぱり結構残っちゃって、はい、なかなかいいとは言えないんでね、はい、結構模型屋さんとか言うと回ってみたんですけどね、やっぱヒルドルプ売ってる店の方が少ないですね。っていうより売ってなかったですね。はい、なのでちょっと箱とかは紹介できないんですけどね。はい、でプラモデルを紹介させていただきましょう。はい、あと、付属パーツとかがちょっと紹介できないパーツが何個かあるんでね、そこら辺はご了承ください。はい、こちら EX モデルヒルドルプのランナーですね。だいたいランナーはまあまあ多くも少なくもない感じの多さなんですけど、まあ小さいパーツが結構小分けされていてね、はい、たくさんあるんで、ちょっとパーツをなくしやすいかなっていう印象は見受けられます。はい、中はねこういう感じとなっております。はい、一応デカールとかも付属してるんですけど、そこら辺は結構長い感じの説明書なんですね。で、はい、はい、こんな感じ。パーツなんですけど、こちらのね握り手とその銃を持つ手が2種類両手に付属されているのと、あと兵士のねフィギュアみたいなのが144分の1で何体か付属しているんですけど、そこはちょっと行方不明でございます。ちょっとぐるっと見回していきましょう。結構ねこことかのパーツが強くくっついてるわけではないんで、思ったより油断するとポロって取れちゃったりします。はい、こんな感じでございますね。はい、じゃあ早速稼働確認の方行かせていきましょう。はい、まず銃じゃない砲がこのようにここら辺まで動きます。胴体回るんですけど多少干渉するんでね、180度1回転できそうなんですけど、ちょっとクレーンとかが干渉しやすくて、そこがちょっとあれですね。はい、あとここが動いて、クレーンは、はい、伸ばしてこのように回るのと、まずここが、で次ここで、ここが関節2個になっております。こっちとこっち、はい、結構ね、はい、1,2,3,4 4つの関節がついております。あとここがね一応上下に動かすことができます。あと手は少し分かりづらいかな、これ取った方がいいかな、よいしょ、はい、手はねまずここが回ります。ここも回ります。で普通にこっちが動く他にここも動かすことができます。はい、なので結構手の可動域は良いですね。はい、でちゃんとこっちも動かすことができます。はい、とりあえずちょっともうバッテリーが3分しかないんでね、充電し忘れたからちょっと早速ね、こちら変形するんでね、タンク状態に変形させていただきましょう。
じゃあ変形させていただきます。変形にはね、こちらのパーツを使います。はい、いいとこよいしょ。まず3つに分けて、こっちを取る、こことここ、あとここ、ここもちょっとここお固めです。よいしょ、ちょっと取っちゃった方がいいかな。ここを取ります。よいしょ、はい、取りました。はい、180度もあります。じゃあまずこちらに先ほど取ったこのパーツを付けます。ここの銃の手があれなんで、まあ本当は取んなくてもいいんですけど、取ります。とりあえずここをマガジンを取って、ここにつけます。こちらをここにつけます。で、先ほどのパーツ、ここにこのパーツをつけて、ヒーローブの顔を閉じて、つけて、ではなるべく下の方に収納。で、ここを開いて、ここをドッキング、少し固めかな。あ、でもついたついた。後ろもドッキング、すごい、右と左のパーツがポロポロ取れていく。ここあれだな、接着剤かなんかで補強した方が良さそうですね。はい、家にアロンアルファが残っているはずなんで、それを使います。なるべく固めにセットして、ここを横に、ちょっと待って、こっちがうまく開いてない。あ、外れた。ここも接着剤で補強しとかないとダメだな。取った方が見栄えはいいですね。はい、はい、ということでね、ヒーローブの
タンク形態ができました。はい、ずらっと見るとこんな感じでございます。はい、裏は結構何もないんですよね、はい、タイヤはゴム製になってて、一応ここにマシンガンの予備がついています。正直ね、マシンガンが2丁ついてきたかはいまいち覚えてないんですよね、はい、多分1つだけしかついてこないと思うんですけど、一応マシンガンはここにつけることができます、はい、こんな感じでございますね。もちろん砲台も動きますし、あと可動域はないですね、タンク形態の時。あとここが少し立ったりするぐらいですかね、はい、こんな感じでございます。中は、はい、そんな感じですね、はい。じゃあちょっと雑ですけど、いつもよりこちら EX モデルヒューローブの紹介でございました、はい、5年前のプラモデルっていうか、私が作ったのが5年前なんで、はい、まあ、結構前からヒューローブ自体は発売されているんですけど、思ったよりちょっと荒っぽい作り方をしてるなって改めて思いますね。あと説明書がある物持ちの良さ、少し褒めてもらってもいいと思います。はい、そんだけでございました。そんな感じでこちら EX モデルヒローブの紹介でした。それでは皆さん、さよなら、バッハハイ。今回はこの動画を最後までご視聴くださりありがとうございました。私は主にだいたいこういうようなジャンルを展開させております。もし気になるものとかね、あったらチャンネル登録をよろしくお願いします。そして最後まで見てくれたんだからね、せっかくだからコメントを確実に残しておいてください。まあだいたいこんな感じでいいので、それではそんな感じでリモコンさんの動画でした。それでは皆さん、さよなら、バッハッハーイ。